伝説のオールドマンズバーガーを食べてみようということで、オールドマンズカフェにお邪魔しました。二郎さんです。よろしくお願いします。いつもお世話になっております。このオールドマンズバーガーを目の前にして、なんかとろけそうなチーズと玉ねぎと、これパプリカ、はい、ちょっとすぐにでも食べたいんですけれども、お腹が空いております。ダークトボイ通信の河合です。今日は徹底的にこのバーガーについて聞いてみたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。伝説っていう風にね、このハンバーガーのこと聞いてきたんですけれども、はい、あえて伝説っていう風に言われてるんでしょうか、はい。伝説って自分から言ったことはないんですけど、うん、周りが言ってるの、周りが言ってくれるありがたいパターンで、うん、はい、作り方の一つ一つが、あの日本のバーガー界とか世界のバーガー界で今までなかった作り方をしてるっていう特徴が、ちょっと待って、世界のバーガーとか日本のバーガーの作り方とちょっと違うって、だってハンバーグはハンバーグでしょ。はい、確かに高さもあるし厚さもあるし、はい、例えば、うん、一番特徴的なところから説明すると、あの肉とかその具材を挟んでるパン、バンズの部分なんですけど、はい、これが、世界で誰もやってない、あのパンを干してから焼くっていう一風変わった工程を経ております。パンを干す、パンを干す、お日様に天日は強すぎちゃうんで、天日ではなくて壁干しで、はあ、え、そうすることによって何、水分が抜ける、はい、水分が抜けるのと、あの酸味のバランスがちょうどいいところに落ち着くっていうのがあります。そんな手間をかけるんですね、まずパンに、はい、でその次にパプリカなんですけども、うん、鉄板の上で強火でずっとこう焼き続けて、やけどさせるとゆで卵みたいな、あの中の具材だけプリッとむけるんですね。でその状態を甘くマリネにして、あのジャムのような味に仕上げてます。パプリカがジャムのような、はい、ちょっと想像でき、中にこう種みたいななんかこう芯が、はいはい、あれがスッて抜けちゃうんですか。そう、それで抜けて中で強火で蒸されたその種たちがまた甘くて美味しいんです。へー、ちょっと想像できない。その下がとろーっと溶けたチーズ。はい、はい、こちらはこれとろけるチーズじゃないですよね。はい、とろけるチーズではなくて、デンマーク産ですね。デンマーク産のナチュラルマリボーチーズ。ですけども、デンマーク、デンマーク、はい、なめかいらっしゃる、はい、感じでね、塩を振って2時間放置して味を引き出してから焼いてます。まずパンね、陰干しにする、はい、パプリカを甘く作る、はいはい、でチーズを塩振って、はい、塩振って2、3時間で、あの3時間余計な水分を追い出したり旨味を凝縮させたりっていう作業をしております。玉ねぎなんですけども、これも玉ねぎの香りが玉ねぎの中に入るように、水分や油分を与えないでずっとドライ状態で焼き続けて一晩寝かせたものですね。すごい、ここまでの段階でめちゃくちゃ手間がかかってますよね、はいはい、そこまでこだわって、そしてお肉、はい、お肉はこちらの市場の方で、あのその時の野菜とかパンの状況、まあ、やっぱりその作物なんで、うん、そのいろんなこの味があるんで、それを見極めて肉を選んで、それを手切りでひき肉にして強めにこねると。だからこの太さなんだ。いや、これ食べ過ぎです。これ食べ過ぎです。いや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 、え、でもそのつなぎとかは、はい、あ、つなぎは入ってないですね。使ってるのが塩とスパイス。つなぎの部分が口の中でどうかっていうことを計算したときに、うん、一番上の乾いてるパンたちが、それがあの同じような役割をするんですね。ハンバーガーなんで、あの口の中で調理が仕上がるっていう考え方なので、あえてそのパテの方に、あの初めから完成させちゃうとパテだけで美味しくなっちゃうんですけど、パテだけでも美味しくない、どれだけでも美味しくないんですけど、一つを一緒に食べると美味しいよっていう、そのハンバーガーの本質だけは捉えた感じで仕上がってますね。で、一番下にあの白いソースがちょっと塗られてるんですけども、これはあのマヨネーズを作って、マヨネーズを一から作ってるんですか。あ、そうですね。でもマヨネーズ作るのも大変です。ええー、簡単。すぐすぐ。だってお酢と油をこう、はい、入れて、こう、私も経験あるんですけど、あ、そうですね、失敗して分離して、いや、なんで混ざんないのっていうような経験があるんですけど、手作りのマヨネーズ、はい、はい、そこにハーブを数種類混ぜ込んで、マヨネーズの油にそのドライハーブの味をこうずっとゆっくり染み渡されて香りを引き出すみたいな、でそこまで合わせて完成ですね。だから伝説って言われるんだ。そうですね、多分今日本で一番変態って言われてます。
こだわりのハンバーグですね。こだわりなんですかね。ジローさん。いや、多分。なんでこれ作ろうと思ったの？美味しいんじゃないかなっていう、その、僕はお酒飲みなんですよ。うん、で、ワインとか日本酒に合わせるときに、どうしても、従来のハンバーガーだと、油が強かったり、塩分が強かったり、味そのものが強いだけだったりして、じゃあ、どうしてもその醸造酒と合わなかった。で、そういうときに、じゃあどうしたらっていうところから、ヨーロッパの古典的なレシピから、このいろいろ着想を得たもので作り上げたっていうところで。これだけ手間がかかってたら、お値段も相当。あ、高いですね。うちは多分日本でもトップクラスにやっぱ値段も高いと思ってて、これ1個で2590円なんで、そう、重さは1ポンドぐらいあるんで、まあ、重量はあるんですけど値段もあるっていう感じで、それだけのお値段で食べられるっていうのはもうちょっとお値段高くてもいいんじゃないかって思っちゃうぐらい。あ、もうその場合はぜひあのチップをあの置いてていただければすごい助かります。予約制なんですね。あ、そうですね、あのこれだけの変なものを作ってて、これをいつでも食べられる形にしてフラッと来て食べて、多分合わない方もいらっしゃると思うんですよ。もう実は今までのこの評価も美味しいと美味しくないで全く分かれてる。あの料理人の人生の中で美味しいと美味しくないが真っ二つになるっていうレシピを作れるってなかなかできない。いや普通ないです。不思議っていうのが作れたので、これはもう意地でも残そう、もう批判してくれても話題になっただけありがたいと思う。2590円も取るもんだから、これは悪く書かれてもそれはしょうがないなと。ただあの2500円が安いと思ってくれる方もいるから、まあ、僕はまた続けられるみたいな形で。一番ね、私がちょっと困ったなと思うのは、これかぶりつけないじゃないですか。かぶって、いやいやいや、無理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 。食べ方、本当に食べ方がすごい簡単で、あのまずこの別添えで来るこのバーガー袋に、うん、ハンバーガーそのまま移します。はい、で、あの備え付けられているフォークで、うん、あのこうちょっとつつきながら、あの具材を移動させながらこうパッパッ食べていくとできるよというところで、実は難しくですね、食べ方にたどり着くまでに6年ぐらいかかってます。6年、はい、食べ方に6年。みんな初めこうやって何回か戻ってからどっか諦めて食べるみたいな形でやってたのを、見るに見かねてどうやって食べるんだとかっていう、すごいクレームがすごい多かったんで、うん、なあみんな普通に食べればいいのにと思ってたんですけど、食べやすい食べ方っていうのを考えたところ、まあ移す、フォークで移動してきて、そこどっか狙えるところをかじると。フォークで移動させてね、はい、自分でこう口の中に入れる前にシンクロさせるというかね、サッカーのようにこう、まあ、連動させていくみたいな。そう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 。目的によって引き寄せてくる具材を変える。そうなんだ。すごい。ぜひぜひ、ちょっと食べさせていただきたいと思います。ぜひご賞味いただければありがたいです。ごちそうさまでした。美味しかった。本当美味しかったです。まずね、ハンバーガーが来た時の匂い、それから見た目でね、ナイフを入れた時のあのパンをね切った時の音、そして口の中でジュワーッとこうね、パプリカと玉ねぎとチーズとね、お肉と、そして手作りのあのマヨネーズ、もうそれが口の中でシンクロしていくんですよ。本当にね、4拍子5拍子揃ってね、いいハーモニーを出してくださいました。本当本当に美味しかったです。ちょっとお値段もお値段なんで、あの浦和レッズが勝った時とか、西川周作選手がここのお店の常連だそうなので、西川選手が完封勝利を収めた時に記念に、ぜひ皆さん予約して召し上がっていただきたいと思います。ごちそうさまでした。浦和 TD 猫蔵返還式、本当にお世話になりました。ありがとうございました。あの私が代わりにこちらの方をお預かりさせていただきたいと思います。このあと3月からは力さんの方に、はい、お邪魔させていただくことになりました。こちらでは可愛がっていただけましたでしょうか。あ、はい、あの毎晩お酒をあげてます。おみきみたいな感じで、はい、次に行く力さんの方にメッセージをお願いいたします。はい、力さん、そして今井店長、いつもお世話になっておりますオールドマンズカフェの次郎です。またこの猫が、可愛がられている姿、いろんな人に写真撮られている姿をちらっと見に行こうと思ってますので、よろしくお願いいたします。みんなで可愛がっていきましょう。
ありがとうございました。そしてオールドマンズカフェさん の告知の方もお願いいたします。皆様のおかげで美味しいものを美味しい形で出せるお店にようやくなってきました。この流れを引き続きやっていきたいと思うので、よろしくお願いします。一番高いバーガーが、先ほど召し上がっていただいたオールドマンズバーガー、2590円なんですけども、それの半値以下で食べられる小さいゴールラ用のバーガー、650円、テイクアウトだと650円食べられるものもございますので、ぜひそちらもサポート観戦応援の時にご利用いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。あとコーヒーもすごい美味しかった。ありがとうございます。味わいがなんかちょっとありますね。はい、実はコーヒーも最近通常ではやらないやり方でカロリーの与え方を変える方法っていうのをちょっと発見しまして、それで抽出したものを今日召し上がっていただきました。うわ、やっぱね、サッカー選手もそうですよ。努力し続けること、もうそれでいいものが生まれるんですね。本当にありがとうございました。これからもぜひよろしくお願いいたします。頑張ってください。はい、ありがとうございます。